皆さん、こんにちは。これはプログラミングチャレンジ第7回文字列第4部サフィックス配列です。では、今回が、最後のビデオで始めましょう。このビデオでサフィックスツリーとサフィックスアレイについてお話しします。これは、文字列に対するデータ構造です。このデータ構造が、ある文字列のすべてのサフィックスとプレフィックスをセーブして、でそれでいろいろな面白い使い方があります。ではまず、サフィックスアレイって何ですかっていうと、本当にプレフィックスアレイって言いたいんですけど、この3つの、文字列を考えてください。CAR、CAR と CAT と RAT。で、すべてのサフィックス、後ろから見てみましょう。すべてのサフィックスを考えると、まず CAR、CAR と AR と R ですね。次は CAT、CAT と T ですね。AT と T ですよね。で、次は RAT、RRAT と AT と T。あ、これは AT は2回があるんですよね。で、あと、このサフィックスを層として、で、同じものを抜くと、AR、AT、まあ、これはかける2。で、CAR、で、CAT。で、R で RIT で T。で、このユニークなサフィックスを幾何像にすると、こんな感じの幾何像になります。AR、AT、CAR、CAT、RAT、T。これは、あとサフィックスツリーです。なんでこんなことを作るかというと、このサフィックスツリーを持つと、まあ、いろいろな、なんか便利な機能があります。これはこれからを説明します。例えば、GATA、GACA の、ストリングを考えてください。で、この GATA、GACA のサブストリングを数えたいときですよね。例えば、GACA、GACA の中に GA がどれぐらいがあるのか。これを考えると、この木から行って GA。で、GA が、サブトリが2つ。ということが、GA がこの文字列の中に2回がある。ですよね。A、A って考えると、A が、サブトリが、サブトリが4つがあります。ということが、この文字列の中に A が4つがある。これで、このトリがあると、そのサブストリングの数をログ N で、計算することができる。まあ、これは便利でしょう。GATA、GACA は短いですけど、もっと大きな行列でサブストリングの数を探すことが、まあ、すごい、あと、早くは計算することができるんですよね。逆に、AA がどれくらいここの中にあるかをテストすると、まず A があって、A から A がないんですよね。つまり、この O of log N で AA が入ってないっていうことがわかる。ですね。他なんか KMP とか Z と、Z 法と比べると、KMP と Z 法が O of log, O of log, T プラス P なんですけど、これは O of log T だけですね。結構早いでしょ。まあ実際にこれを調べても、O of log なんですけどって言ってましたが、これすべての文字でいくと、時間がかかると思われるので、実際に、実装するときにこんな感じにしたいですね。一つの項があるの頂点を、すべてをまとめます。だから、ここは A。で、A から終わったサフィックスと、CA が終わったサフィックスと、GACA と終わったサフィックスと、GAGACA ですよね。実際にはサフィックスというのはこんな感じとなります。で、あとサフィックスツリーでストリングをマッチングすると、例えば GATA、GACA を A をマッチングしたいときだと、この A のノードを歩いて、で、ここから4つの子供があるので、A が7と5と3と1のインデックスで行います。で、逆に GA を探すときに、この GA の頂点にいて、で、これは、GACA と GATACA っていうことがわかるので、GA は2回行います。で、T が、ここに T があるので、
この t のサブスティングマッチングを行って、子供が1回だけなので t が、2回か。そうですね、1回で、が、となります。AT、AT。1回だけ、これは間違って、あとインデックス2ですね。1回だけインデックス2ですね。で、z は not found です。あと、前の longest repeated substring を探したいときですね。longest repeated substring が、なんか、あと、サブスティングの中に一番長くて一番よく繰り返すサブスティングとなります。これは、あと、なんか、あと真ん中の頂点をすべて調べて、一番深く一番子供が多い頂点を選択します。例えば、このキーの中で頂点を2つがあるんですよね。1つは A。だから A が、4回、リピートしてるんですけど、長さは1だけです。で、もう1つの頂点が GA。GA が、2回リピートするのですけど、長さが2。ということが GA が、1回以上行っているサブスティングの一番長い方です。ですので、なんか中のノードすべてなんかチェック、探索すると、一番長くて、1回以上行っているサブスティングを、喋ることができます。で、もう一つが、LCS。LCS もなんか3で、やることができます。LCS が、2つの文字列の中に、一番長いのサブスティングです。まあ、これは、前は GP でやってたんですが、今回が LCS を調べるために、もう一度、まあ、M と N が両方の文字列を同じ文字列に積みます。でも、M の後と N の後に、そのシグナルの文字を入れます。例えば、M の後にドラサインを入れます。N の後にハッシュを入れます。ですね。こうすると、あと、M、ドラ、N、ハッシュのサフィックスツリーを作ると、中のノードすべてを見て、その中身、真ん中のノード、真ん中の頂点の子供が、なんかそのサブツリーが、両方のシグナルがあると、この文字、このサブストリングが両方の単語にあるとわかります。例えば、A が、ここはダッシュ、ハッシュもあって、で、ドラサインもあるので、A が両方のサブストリングで行っています。逆に GA がドラサインしかないので、GA が一つの言葉しかない。もう一つの言葉にはありません。ですね。TA がハッシュとドラサイン両方がありますので、TA が両方の単語にあると理解できます。ですね。で、これを調べると、A、TA ですね。ATA が両方のシグナルがあるので、ATA が両方の単語に入っている一番長いの文字列となります。では、これは結構便利と思うんですけど、どうやって作るのかですね。まあ、いろいろなおごり、いろいろな問題でサフィックスツリーってできますが、実はサフィックスツリーの実装はちょっと難しいです。うまく実装すると O of N でサフィックスツリーを作ることができますが、この実装は結構複雑なので、今回の授業がサフィックスツリーのもう少し簡単にしたのはサフィックスアレイ、サフィックス配列です。サフィックス配列が N ログ N で作れる。でも、なんかとても簡単に作ることができます。で、興味がある人はサフィックスツリーの実装も調べてみてください。では、サフィックス配列の作りを勉強しましょう。サフィックス配列を作るには、まず、すべてのサフィックスを作ります。ですね。例えば、GACA、GATA、GACA、ドラサイン後、すべてのサフィックスはこんな感じです。ですね。で、次は、まあ、ソートします。ですね。で、ソートすると、このインデックス i がサフィックスツリーの、プリオーダーのビジットになります。ですね。i0 がサフィックスアレイの8。i7 がサフィックスアレイの7となります。で、これを考えると、gaca ですね。8となんか7が a ですね。ここも7が a ですね。
この SAI がサフィックス3のプレオーダーとなります。で、サフィックスアレイの、まあ、まず、なんかその、一番簡単で、でもすごいゆっくり、効率が悪い作り方ですね。まあ、まずは、すべての文字列を作って、で、ソートするだけですね。でも、ソートするだけだと、コンパリソン、比較するのは時間がかかります。二つの行列を STL カンプで比較することが OFN がかかりますね。最悪の場合。ですので、ここのコストが ON2 乗の 5N ですね。まあ、ストリングが1000キャラクター以下であれば、まあ、これはまだ大丈夫なんですけど、もっと早くすることができます。これはなんか2つ目スライドに分けてるけど、バケットソート。なんか、問題はこのソートですね。このソートが O of N なので、これはあと ON ログ N、ON2 乗ログ N になります。普通のソートじゃなくて、バケットソート、レディックスソートを使うともっと早くなります。これは文字列なので、26でなんか決まってますので、それでなんかバケットソートができます。で、バケットソートが、こんな感じです。まあ、まずが、まあ、そのサイズ、マックスを作って、で、ここは、一つのキャラクターずつでソートします。ですね。で、このカウンティングソートですると、それぞれの言葉に、カウンティングソートを行って、一つずつ、サフィックスアレイに入れます。まあ、このインプレメンテーションを、見てみてください。では、サフィックスアレイができたときに、どうやってそれぞれの、問題を解けます。じゃあ、まずはストリングマッチング。サフィックスアレイがあれば、ストリングマッチングが、微分探索は出てきます。例えば、AGACA で、CA を探したい。2回を微分探索します。まずは、ローアバウンド。ローアバウンドが見つかったら上に行くんですよね。だから、まず真ん中で探して、これは GA が入ってない。で、次は GACA。ここは GA が入ってますね。D が入ってますけど、ローアバウンドを探したいので、上に行きます。上に行くと CA がないから、じゃあ、ローアバウンドが6です。ですね。で、次はアッパーバウンド。アッパーバウンド同じで、まずここで見つけてなくて、で、これ見つかったので、次は、まあ、後ろの真ん中です。TA がないから、次を蹴って、で、このアッパーバウンドが7。だから、ローアバウンドが6。アッパーバウンドが7なので、GA がこのアレイの中に2回を出てくるって理解します。じゃあ次は Longest Repeated Subsequence。Longest Repeated Substring が O of N でできます。上からなんか2つずつストリングを比較します。I と J が同じであれば、その同じの数を書きます。例えば、ドラと A ドラが違います。だから0。A ドラと ACA が一つの文字が同じ。だから、longest string が1。AG と1。で、AG と AT。これは全て1ですね。で、ここは GA と GA が。これは2なので、longest repeated substring がこの2つとなります。あとは、longest common substring。Longest common substring が、同じく O of N で調べることができます。Longest common substring をなんかもう一つのデータが必要です。これは ANA。ANA が、一番最初の、コントロールストリングで。なんかまあ覚えていると思いますが、2つの M と N、それぞれの言葉はコントロールストリングを入れます。だから、なんか、ATAGACA の後にドラサイン。CATA の後にハッシュタグを入れます。ハッシュタグが入ってるなら、コントロールが2。ドラサインを入れてるなら、コントローラーが1。で、このアオナが、どれが先？先がハッシュタグであれば、オナが2。先がドラサインであれば、オナが1。だから2、1、1、1、1、2ってことですね。で、longest common substring が、前と同じで、longest common prefix ですね。で、longest common prefix が、
前のプレフィックスと今のプレフィックスが、オーナーが違うであれば、longest common string substring になります。例えば、これは違いので0。で、これは同じなので A。で、これも同じなので A。これは違う、青なんですので、この A とこの A が両方の言葉に出てきます。で、例えば、これは CA ですね。この CA が2、距離の2ですので、で、青が違いますので、まあ、これは、カモンサブストリングサイズ2。で、この ATA がサイズ3で、で、オーナーが違いますので、ロングストカモンサブシクエンスがサイズ3となります。はい。では、これは、ビデオ3の終わり、ビデオ4の終わりとなります。資料を後で見ると、なんかそれぞれ問題の簡単なヒントがありますので、ぜひ、資料を、なんか問題のヒントを見てみてください。では、今週の課題を頑張ってください。